モートン軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27,471人であり、2000年の25,303人から8.6%増加した。軍庁所在地は州内第6の都市万ン市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。モートン軍はバーリー軍と共に、 ビスマークマン団体都市計を構成している。モートン軍は1872年から1873年にダコタ準州議会が創設し、軍名は南北戦争の時にインディアナ州の知事を務め、後にアメリカ合衆国上院議員となったオリバー・ハザード・ペリー・スロック・モートンにちなんで名付けられた。モートン軍は1878年3月23日に組織化されたが、 巡州議会がその東部を隣接するバーリー軍に付設したので事実上郷理創設が無効になった。1881年までにバーリー軍に付設されていた部分が議会によって返還され2月18日サイド軍として設立された。軍庁所在地はその時以来一貫してマンダンにあるがマンダンは1878年から1879年まで リンカーン氏と呼ばれたことがあった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1945平方マイルであり、このうち陸地は1926平方マイル、水域は19平方マイルで、水域率は0.98%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、 その大きさによらずすべて、血になる。ありがとうございます。